っぱ自分家が一番だな。悟空さん、修行さん終わったんだろ。だったらたまにはどっかにお出かけするべ。終わったわけじゃねえけど。なら決まりだな。せっかく悟空さんが免許も取っただし、夫に大きな車でも借りて家族3人で湖畔にでもドライブに行くだよ。そっか。なんか準備はいるか。持ってくお弁当作りてえから、肉と魚をいっぺい取ってきてほしいだ。肉と魚だな。任しとけ。どんくらい必要なんだ。そうだな、欲しいのは欲しいのはこれで全部だ。よろしく頼むだよ。父の弁当楽しみだな。精神と時の部屋のご飯はあまり美味しくなかったよね。やっぱうめえ飯食わなきゃ力が出ねえし、早くあの部屋出てよかったぞ。
おのれ。え？いや。やれやれ。どうしましょう。はい。おい。ええ。しょうがねえな。え？ああ。くう。はい。おい。材料を集めねえとな。さて、いっちゃやってみっか。お、なかなかやりそうなやつだな。おい。おお。そんな。わわ。さらばだ。え？用事も終わったし、修行でもすっか。
連れてこねえとな。弁当楽しみだな。えい、こいつは、いや、どうじゃ。よし。はあ、そうじゃな。弁当楽しみだな。クリリンたちが見つけたっちゅうピロのアジトに行ってみっか。連れてこねえとな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。父の弁当楽しみだな。おい、なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。すんげえ綺麗に整備されてんな。なんだこれ、折れた刀か。よはあ。
し。こいつは。よし。よし。詰めてこねえとな。ほほ。うん。ああ。ああ。なんとまあ。よし。ああ。集めてこねえとな。じゃあな。さようなら。はっちゃん、元気になってよかったな。父の弁当楽しみだな。はっよっ。そういや、昔この近くでレッドリボン軍と戦ったっけ。木の塊だ。いらっしゃい。
毎度。早く集めてこねえとな。おっす。おう。や。ヘヘヘ。どうじゃ。よからほほほほ。え？え？ヒヒヒ。肉はこれでいいな。よし、これで全部だな。父んとこへ戻るか。クリリンと手合わせすんな。久しぶりだったけど楽しかったな。これで全部だな。父んとこへ戻るか。Ah!
じゃ。やれやれじゃわい。よかろう。サンキュー。ノー。じゃあな。よし、強いやつはあっちか。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。
占いババア、今も水晶玉でオラのこと見てんのかな。よし、いやっ、いやっ、よし、ひひひ、いいもん手に入ったな。すんげーうまそうなもん、みっけ。人造人間が襲うのが分かってたのに止められなかった。この世もそんなに悪くねえけんどな。僕だけはやっ、おいおい、姉ちゃんも長生きじゃの。お前んとこの亀よりは若いわ。材料集め頼むだぞ。父、弁当の材料こんなとこでいいか。もう持ってきてくれただか、さすが悟空さだ。
父の弁当楽しみだな。腕によりをかけて料理するからちょっと待っててケロ。よし、お弁当も詰め終わっただ。うひゃー、いい匂いがすっぞ。せっかくだし新しい料理に挑戦してみたべ。料理の幅も広がったから期待していいだ。おお、そりゃ早く食ってみてえな。お弁当は目的地に着くまでお預けだべ。そんなら早く出発してだな。みんなで出かけるのは久しぶりだから楽しみだな。父の弁当は楽しみだけど、この運転中の苦手なんだよな。みんなで均等に乗っていったら楽なのによ。均等運で行ったらドライブになんねべ。それに車の方がムードがあっていいべさ。そんなもんか。そういうもんだ。悟空さ、初めて会った日に二人で均等運に乗ったことを覚えてるだか。もちろんだ。芭蕉船を借りに亀仙人のじいちゃんに会いに行った時のことだろ。なんだ、あの時オラ悟空さんの後ろでこの人のお嫁さんになるしかないって思っただ。え、そうだったんか。んだ、今になってみるといい思い出だべ。結婚を約束した日から天下一武道会で再会するまでオラは悟空さんに会えるのをずっと楽しみにしてただ。お母さん、お父さんと一緒にいられて嬉しそうだな。お父さんが心臓病で倒れている間、本当にそうだ、せっかくだからしばらく二人きりにしてあげよっと。あの、僕ちょっと用事を思い出したから二人は先に行ってて、僕もすぐ追いつくから。え、ちょっとご飯ちゃん。大丈夫だよ、目的地は分かってるし、車より武空術の方が早いから。しばらく二人でドライブしててよ。そうけ。それじゃあ悟空さん、二人でドライブに出発するだ。わかった、それじゃご飯後でな。さて、これからどうしようかな。ん、電話だ。誰からだろう。はい、もしもし、ご飯ですけど。あ、ご飯くん、私よ、ブルマ。あのさ、ソウくんいる？え、お父さんですか。お父さん、もうタイミング悪いわね。あの、どうかしたんですか。うん、あのね、今うちでクリリンくんが連れてきた人造人間を修理してんだけどさ、頭に埋め込むチップに使う素材が足りないわけで、調べてみたらご飯くんの家の近くでしか取れない鉱石を使ってるらしくてさ、ソンくんに取ってきてもらおうと思ってたんだけど。なんだ、そんなことですか。だったら僕が届けますよ、今時間もあるし。え、本当？ラッキー、助かる。それじゃあさ、悪いけど今から言うやつを持ってきてくれる？はい、わかりました。それを持っていけばいいんですね。それじゃあよろしくね。暇だったしちょうどいいや。よし、